天神ってこんな感じなのか。うん、そうだよ。綺麗で凛々しくてすっごくかっこいいんだ。せっかく来たし、新しい元素力を手に入れておくか。え、七天神像から元素力を手に入れるの？ひひ、よーく見てろよ。今頃火の玉を打ったり火の柱を召喚したりできるようになってたはずだよな。そうなのか、不思議だな。なたってそういう特殊な土地なのか。期待させちゃってごめんな、カチーナ。ううん、気にしないで。それよりも前までは七天神像に触れただけで元素力を使えるようになってたの？元素力なんて神の目を持ってる人にしか使えないのに。ちょっと見せてくれないかな。できればでいいから。ダメ？お前の腕を見せてやれ。一人で別の元素力を使える人なんて聞いたことないよ。私も試してみる。ダメだ、やっぱり岩の元素力しか使えないよ。私とんでもない人と知り合っちゃったみたいだね。こいつが旅の中で経験してきたことを聞いたらきっと腰を抜かすぜ。うわ、あれはなんだ。ククリュウっていうの。高い空をとっても速く飛べるんだよ。今日も元気いっぱいだ。オイラもトワリンのことは思い出したけど、真似するなよな。そういえばこれからは長い道のりになると思うからこれをあげるよ。キラキラしてて宝石みたいでしょ。ママが作ってくれたキャンディーなんだ。遠出とかトレーニングの時はいつも持つようにしてるの。お腹が空いてクラクラせずに済むよ。ひひ、甘いものは大好きだぞ。ありがとな。うんうん、遠慮しないで。他にもいろいろこまごましたものを持ってきたからきっと役に立つと思うよ。休もうか。おう、ここに来る途中不思議なものをいっぱい見てきたからか、なんだかお腹が空いてきたぜ。キャンディーは食べ終わっちゃった？他のものもいろいろあるよ。パン、
飲み物、焼きリンゴ、それからご飯物も。おー、まるで歩く食堂だな。いろいろ持ち歩くのが好きなんだ。ママもいつも備えあれば憂いなしって言ってるしね。役立つ機会はあんまりないんだけど今回はちゃんと役に立ったね。あれ、どうしたの？何か悩み事？おお、確かに変だよな。もしかして何かの兆候とかか？もしかしてだけど、ナタのエンジンが他の神と違うのが原因だったりしないかな？どういうことだ？他の国の神は魔人っていう、とっても長生きな強い生物だって聞いたから。そうだぞ、ナタはそうじゃないのか？違うよ、ナタのエンジンは変人になる前はみんな普通の人間だったの。え？人間が神になったのかよ。そんなことができるのか？お前も不思議だって思うよな。これって珍しいことなの？ナタではずっとこうだったから、そういうものかなって思ってたけど。なんていうか、今までの旅で知ってきたこととはちょっと違うな。人間が神になるっていうのはそう簡単にできることじゃないと思うぞ。具体的にどうなってるのかは私も知らないんだよね。もしかしたらエンジンだけが知ってるのかも。私が言えるのは、たとえエンジンになっても年は取るし休息も必要ってことだけかな。七天神像の姿が今の変人と似てるのはただの偶然だと思うよ。変人になった人はあまりにも多いからね。変人も帰化聖夜の巡礼で選ばれるの。自分の力を証明できれば誰だって変人になれるんだよ。勝負だけで決まるのか？うん、私たちにとって戦闘は一番多くの要素を試せるものなの。だから一番納得できる方法なんだ。今の変人は圧勝したんだよ、みんなの予想通りにね。私はともかく、部族のお年寄りまでこんなに強い変人は見たことがないって言ってた。でもバカルおじさんも言ってたけど、今日の限界は明日の目標になる。だから未来の変人はきっとどんどん強くなっていくんだろうね。人間が神になることはさておき、今の変人が強いっていうのはオイラたちにとっていいことなのか悪いことなのかわからないぞ。稲妻で起きたことを考えると心配しないで、変人様はとても優しくて親切な人だから、きっと気にかけてくれるはずだよ。そうだな、向こうが何もしてこなくてこっちも何もしない限りは。もうすぐ変人様に会えるから気をもまないで。そうだな。さて、休んでだいぶ回復してきたぞ。あ、あれって？ああ、あれは念作刻印碑っていうの。中に念作を入れればいいことが起こるよ。え？念作はナタ人だけが扱える力だけど。
かすごいのが来たぞ。狙われてるみたいだ。どうする、戦うか。ああ大丈夫大丈夫、この子はトトだよ。トト、ほら私カチーナだよ。こんにちは。元気そうだね。連鎖刻印碑に引き寄せられてきたの。ポカポカでしょ。人懐っこい竜だったのか。うん、何頭かいる中でもトトは一番親切で優しい子なんだよ。この子は毎日ここをぐるぐる回ってるよ。外から来た人にたくましい体を自慢して顔を覚えてもらおうとしてるみたい。うえ、しゃがんでるぞ。何をやろうとしてるんだ。乗れって言ってるみたい。パクってくれるらしいよ。本当に乗るのか。おいら、やっぱりちょっと怖いぞ。こいつめちゃくちゃでかいし。あ、そうか、おいら隣で浮いてればいいんだから乗らなくていいんだな。最高の観光ができそうだぜ。高いところは見晴らしが最高だよ。トトとは友達なのか。うん、小さいからパパとママと聖火競技場でフルーツをたくさん買ったんだけどね、帰り道フルーツを積んだ台車がひっくり返っちゃったの。その頃のトトは今の半分の大きさもなかったけど、近づいてくるのを見て大好きなラズベリーと夕暮れの実を食べられちゃうんじゃないかって思って泣いちゃった。でもね、トトはフルーツを一つも食べなかった。それどころかフルーツを奪おうとする他の竜たちを追い払ってくれたんだよ。それからその大きな頭でドーンって台車を元に戻してくれたんだ。それ以来よくフルーツを持ってきてトトにあげるようになったの。トトって名前も私がつけたんだよ。たくさん食べるし成長も早いから、いつの間にかこんなに大きくなっちゃって。あ、見て、あそこが目的地の聖火競技場だよ。ここまででいいよ。送ってくれてありがとう、トト。この先の道は歩きやすいから私たちだけで行こう。トトが大変になっちゃうからね。そっか、こいつはでかいもんな。じゃあまたな、トト。